全農は選手たちの栄養補給をサポートするためもぐもぐブースを設置。青森県産ブランド米青天の霹靂のおにぎり、リンゴジュース希望のしずくや野菜ジュース青森果実菜園プラス、カットリンゴなど地元食材にこだわった商品に加え、 JA 全農ブランド日本エールのドライフルーツなども用意し、競技実施の3日間にわたって選手たちが実力を発揮できるようにサポートしました。ガチこれうまいっすか？うまい。何が一番好きなの？めっちゃおいしい。食べる？合宿所に1個在庫ある。マジ？1個目さ、それ。1個目です。いや、1個目、私。部屋には1個。おいしいです。リードを木村良作。バイセカンド。山内春菜、サード相澤空、
思ったより。
Oh!
Thank you.
石曲がりすぎ。幅ちょっと取るよ。だからフレッシュなところ使うから重いかもしれない。石じゃ変えないでも。そのひらめき、やりたてきなとききらめき共存みんなできる都市と農村、富と大損じゃない共存だって Life Goal Zone 1 マジャネ身も蓋も持続可能な理念の RD セントワークパートランプ丸まであと何分いやまさねダメくもパートナーシップ全てが当たり前だと思うな大人ともなれば責任が伴う作る人、使う人、売る人、買う人をつなぐ人巡る巡み誰もかけずに孤立させずに届けるエネルギー共に生きるこの土地でつなぐ未来を担う者として地域と密着問われる品格フリーアース持続可能なアクションここがジャンクションフードバンクとみんなの居場所をずっと持つフードロスなんて家のグッドジョブ資源を次の次元にノベーション命の鎖と伝統つないでいく JA ゼノI'm going to go to the next one.
ちゃんの方がいい、それとも投げが早くするだったらいいね。Thank you.
広めた
か。守るもんは大地の恵みを育て自ら分け合う人類のあるべき姿の象徴的な共同組合の共がないと共存できないテリトリー奪うより手を取り歌う One for all, all for one なくならない格差社会弱者に拍車泣くなやばい大気圏の中にある大自然助け合わなきゃ絶対危険数字の通った吹きと点灯守るうちの弁当いただきます協力体制組まなきゃ遠のく再生我らミスデヌシステムピンだやっぱ国産まだまだチャレンジメイディンジャペンエンジンかかるエンディングなく高めていく先人からの畜種と公主コメラブコール人と人つなぎ合うロープ誇りと皆の生命戦闘価値を守る JA ゼノただいまより第19回全東全国高等学校カーリング選手権大会表彰式を開催いたします。女子の部第3位長野県選抜長野県選抜の皆様には副賞として JA 全東様より青森県産米晴天の霹靂晴れ渡り合わせて50キロ青森県産和牛2キロが授与されます。女子の部準優勝広島青森岩手合同広島青森岩手合同の皆様には副賞として JA 全農様より青森県産米晴天の霹靂晴れ渡り合わせて100キロ青森県産和牛2キロが授与されます。女子の部優勝北海道選抜北海道選抜の皆様には副
副賞として JA 全農様より青森県産米青天の霹靂晴れ渡り合わせて150キロ青森県産和牛2キロが授与されます。一人は万人のために万人は一人のためにかける架け橋が理想伝統を誠実に解放取り戻す日本のいいところまるで初恋の鼓動恵みをもてらす田園風景それは世界で絶対有名苗を植える雨風に耐える稲穂は実るほど神戸を垂れる6000年前から続いたレール日本人は毎日米を食べる世界を阻み生き物を育み人の心に安らぎをもたらす自分でやれる力を持ったはず日本の可能性を互いそれは知ってるヤゴにゲンゴロウ次世代に見せたいハッピーエンゴロウ歌の黒あるキャストの歌の黒やらワクワク感じたあの頃それで社会に打てる甲斐なく食べ守る日本の五条の精神の歌がいいそれが全ての源決勝は明るく楽しく元気にという目標で試合を進めてきてなかなか難しい展開にもあったのですが諦めずに最後まで戦うことができました。一人一人個性があって明るく楽しいチームです。高校選手権は最後になりましたが高校を卒業してからもカーリングを続けて世界に進出できる選手になりたいと思います。リードとしてのセットアップのほかスイープを自分のできる限りやってチームに貢献できたと思います。このチームはもともと私は違うチームに行ってやってきたチームなんですけど、とにかくチームワークが一番良かったなと思うと雰囲気が負けている時よりもより決勝の方が笑顔でできたなと思って嬉しい。前半はまあちょっと多分試合試合のうちに緊張感があって噛み合わない部分もあったんですけど後半に行くにつれてなんかもう何でも決まる気がしてきてすごいゾーンに入れたのがすごく良かったなと思います。程よい緊張感があったんですけどみんないつも通り明るく楽しくできたのが良かったかなっていうふうに思います。私たちの強みが試合中、どんな時も楽しく、チームの雰囲気よくやることが特徴だったのでそれが決勝にもできたのでそれがすごい良かったと思います。このチームは本当にミスをした時も誰も責める人がいなくてすごく表情とかリアクションの一つでもすごくなんか心が軽くなることを言ってくれたりとかするのでそういうのがすごくいいなと思います。ミスショットがあってもみんな常に笑顔でとにかくみんな励まし合ってやっていけたのでとても楽しく試合ができました。本当にこのチームでやっているとずっとみんな笑顔なのですごい楽しくて、もちろん自分のショットとか時もスイーパーだったりラインコールだったりすごい楽しできる仲間たちなのですごいやっていて楽しいなというふうに思います。リードとしての役目を果たせるようにスイープだったりをもうちょっと強化したいのでトレーニングとかも入れながらレベルアップしていきたいなと思います。私はチームに戻って今大会出た課題をより次の大会に生かして練習してスイープもより力強くみんなにちゃんと運んでいける石をできるように精一杯頑張ります。今回の大会でちょっとガードの後ろにドローを置くときにガードに当たっちゃうとかそういうのが何回かあったのでラインコールだったりラインの読みっていうのをもっと正確にできるように頑張りたいな。私のポジションはすごく正確性が求められるポジションなのでよりいいショットをみんなに安心してもらえるようなショットを投げれるように頑張りたいと思います。
る生活、大地の恵みがもたらすフレーバー、この食生活未来の計画、持続可能実現するのがテーマ。いただきます、声が聞こえる、日本中に笑顔を届ける、届けこのエール、感謝伝える。